男2人でタンデムをしておりますが、僕の BMW M1000R が納車ということなんで、バラッキーがなんと迎えに来てくれました。パッタン重い、80キロ近いバラストが後ろに乗ってますから、キャンプ用品より重いでしょ。あんまり普段しないですけど。あーすいません。バイクは1台だから1人分の ETC 料金でいいもんね。さあ M1000が待ってるぜ。僕がですね、5年間連れ添った S1000R、 あれを手放してもう4ヶ月ぐらい経ってるんですけど、やっぱりあの S1000R っていうバイクは僕の中では結構特別な1台だったんですけど、こいつが今回ちょっと来ることによってですね、やっとなんか自分の魂を取り戻したような気がして嬉しいでございます。今回納車されたオカライナーの M1000R、 S1000R をベースに M 社が宙を加えたモデルとのことだが、そもそも BMW の M とは何なのか、サクッとご紹介します。 M とはモータースポーツのイニシャルで、1972年に設立された BMW のレース部門を担うグループ会社です。 BMW のコンセプトである駆け抜ける喜びを最大化した公道も走れる究極のスポーツモデルをリリースしています。主に4輪のブランドであった M モデルでしたが、2020年9月についに2輪初の M モデル M1000RR が登場。今回の M1000R は2輪の M モデルとしては第2弾で、レイキッドとしては初の M モデルなのだ。はい、それでは M1000R 初試乗、試乗じゃないや、初走行いきます。初またがり、ドラップ、初めて M1000R と僕がシンクロした歴史的瞬間であった。でっげオン M。 M1000R というわけで行ってきます。ありがとうございます。 M 出発。あのレビューできない、今ちょっと語彙力が感動と感激で見た目でちょっと気になるところないですか皆さん。え、わからない。そうです、ほら見てください。僕のこのヘルメット、今日からですね、ほら X15 に変わりましたね。はい、しかもこれオカライダーオリジナルペイントですよ。かっこいいでしょ。散々僕スペック自慢してるから皆さん知ってると思うんですけど、こいつあの史上最強のスペックを誇るネイキッドなんですね。210馬力あるんですね、こいつ。ストリートファイター V4S の207馬力を軽く超えてきましたね。扱い安っ。パラッキオ、これホンダ車これこんなに扱いやすいんすの。まずブレーキのタッチに感動したね、エンジンよりかは。これがさすが M ブレーキといったところですかね。ブレーキの遊びがないんだよね。ちょっとでも触れた瞬間からすでに制動が開始するっていう、なんだろう、こういったごく低速域では割とこんな気を使う感じなのかなと思ったら、さすがそこは BMW M だからといって特別にちょっと気を使って乗らないといけないというわけではないです。今のところ、まずそこに感動したですよ。パラッキープロとかがやっと絞り出せるこのスペックのバイク、下道で乗って何がわかんだよって思うでしょ。このバイクの素性が良すぎて、ちょっとこれぐらい走っただけでもこの速度域でもわかるんですよ。下道をトルクフルに排気音を聞きながら気持ちよく走る4気筒っていう感じで作られたのが S1000R だったんですけど、それをいい感じに M がさらに磨き上げたっていう感じしますね。めっちゃ気持ちいい。すっげえザラザラしてんの、エンジンの回転が。この振動の伝わってき方がこのバイクと対話してる感じがしてすごく楽しいの。これがね、パラッキー多分ね、スペック表に現れない部分かな。この走らせて初めて体に伝わってくる要素っていうのが BM さんって結構ね隠してらっしゃるところがあるんですよね。乗ってみて、おっみたいなね。左コーナークイック
気持ちいい。路面追従性がリアタイヤがものすごく上がってるみたいなんだよ、新型になって。だからなのか、なんかねふっとバンクさせた時がねバイク全体で曲がってってるような感じがするんですね。デュークとはどうですか、比較してみて。スーパーデュークの方が完全にカリカリレースな感じなんですよね。デュークよりかは肩肘張らずに乗れる感じ。そうなんですね、そこはなんか意外ですね。回転が上がりきらないとビンビンのすっごい牙を向いてくるような感じはない。いやこれワンチャンパラッキーツーリングバイクいけるよこれ。ダイナミックとかにするとだいぶ変わるかもしれないですね。うん、性格変わりそうだね。いやーすごく楽しい。久々に4キロ乗ったもん俺。俺は4キロは回してなんぼだと思いますね。これ完全に俺の個人的な意見ですけど、はい、まあ、飛ばしてなんぼっすよ。ゆっくり走っててもつまんねえ。あーパラはそうだよね。多分ずっと乗ってるとあーぶっ飛ばしてなーってムラムラしてくるかもしれないね。そう絶対そう。こいつの進化はやっぱり鳴らしを終えてオイル交換してからやな。うん、回せないんですよねまだ。回せない。じゃあ店ちょっといい感じでワインディングをグリングリンしていこうか。うわなんだこれ。バイクってタイヤからサスペンションからシートからってだんだんいろいろ経由してライダーに伝わってくるじゃん。路面からライダーに対する情報伝達具合がものすごく早いというか。ああなるほどね。普通のバイクは伝言ゲームは中3人ぐらいいるのがこれなんか直接バイクと対話してる感じ。これは気持ちよさそうですね。気持ちがいい。S 線シリーズなのに排気音が全然うるさくねえのがちょっと新鮮。そうっすよね。うん、これアクラブピッチだよ。なんかボボボボボボボって言ってないのがすげえ逆に新鮮。俺の S 線うるさかったじゃん。うるさかった。親バカ補正入ってるかもしれないけど、こんなに気持ちのいい4気筒は本当に久しぶりに乗ったなって感じ。確か1万3000か1万4000まで回るんだよね。本当に S 線 RR のエンジンをデチューンせずにそのままこのネイキと乗せちゃったって感じだよね。やっぱ高回転型なんですね。普通にこうやって下道で全然回さずに走っても普通の一般ライダーが楽しめる気持ちよさを感じれるっていう、そういった味付けがちゃんと施されてるっていうのが僕さすがだなって思いますね。 BMW の駆け抜ける喜びでしょ。あ駆け寄ろね。そそれスペックはあくまでも自己満足であって、うん、走りが気持ちいいかどうかはまた別問題ってことですね。そうですね。それをまざまざと僕に提示してくれたこの M1000R というこのバイク、やっぱちょっとバイクの価値観、ちょっと考え方、向き合い方がちょっと変わるような感じがしました。いや俺はこの見た目とねこの走りだったら150馬力にデチューンされてたとしても俺は納得してたね。うん、クルコン、クルーズコントロールはついてるんですよ。あ、ついてるついてる。グリップヒーターもついてる。ついてるついてる。なんでもあるじゃない。こんなバケモンネイキッドなのにツーリング装備も健在。いやーそれにしてもやっぱりこの X15E はパラッキー。やっぱ空力性能が違うのが感じられます。なんだろうな、このシールドをバチンと閉めた瞬間にこの外界と隔絶されるっていうか部屋の中にいる感じになるんだよね。密閉性が高いのかな、アライより。サーキットスペックのヘルメットなんですけど、ずっと被っててもなんか雑音が入ってきにくいんでなんか快適な感じがしますし。密閉性高いっすよね、翔平は。あとやっぱ軽いね。包帯自体はちょっと大きいんだけど、翔平さん最高じゃないですか。一つ気になることがあるとすれば、割とこの内装の質感がザラッとしてるよね。肌が荒れてる時とかに被る時に擦れるわけなんだね。だからもうちょっと柔らかい内装にしてほしいかなって思ったりもするね。お昼過ぎからパラッキーは出社ってことなんで高速に乗って帰るぜ。両サイドに見えるこのねウィングレットがねやっと役目を果たしてくれるかもしれません。確か220キロで11キロのダウンフォースだったと思います。あーじゃあ両サイドにチャンピーとアズナが乗るぐらいはあるんか。じゃあ行くぜ、ちょっと回すぜ。おー効果は体感できませんでした。街中峠道、そして今都市高速っていう風に走ってるんですけど、一つ気になったこと、いや二つ、一つ目はですねさっき言ったケツが痛い、はい、シートが硬いですね。あともう一つ、高速道路に走ってまだ20分ぐらいしか走ってないのにパーキングエリアに着いたら手がビリビリした、足もビリビリした。鳴らし運転で100キロも走ってないんで、まあ、今後どうなるかに期待ですね、はい、というわけで近藤島アイテムよ。納車といえば鹿の島、言うてもね納車日からもう1週間経ってるんですけど、パラッキーと解散した後高速道路で鹿の島へ向かってたんですけど、途中で僕ポケットから iPhone 落としちゃってこんなぐらいになっちゃったんですよねその iPhone の調査に時間を取られて撮影が中断しちゃってですね、ほんと1週間ぶり乗りました。いやーほんとついてないよね最近ね。事故って骨折したり声がちょっと変になっちゃったり、コロナにかかったり、スマホぶっ壊したりで、ちょっとこの後鹿海神社でお祓いしてもらおうかな。
完全に僕が乗ってたブリブリザイモンとは別物になってますね。まずフレーム形状がですねだいぶ低重心化してて、それで安定性と接地感がめちゃめちゃ良くなってますね。だからもうコーナリングが明らかに別物ですね、今までの S 線とはですね。すごくヒラヒラと軽くなったのに、すごくベターっとね地面にちゃんとグリップしてるし、ひょいひょいとスッと寝ていく。ほら、うわ、もう切り返しがね、もう SS から M になることによって、このバイクとの距離感がさらに近くなったね。もうまさに人馬一体一心同体ですよ。素晴らしい。はい、というわけでついに納車されましたね、 BMW M1000R。 僕の S1000R、 まあかっこよくなっちゃってまー、うん、あのスペックですよ。そしてこの見た目、わーカリッカリだから低速域とか街中はもうブクブクブクなっちゃうんじゃねえかって、サーキットに全振りした乗り味なんじゃないかな、まなかなって思ってたんですけど、ホンダ車かなみたいな乗りやすさでしたね、でエンジンスペックは新型 S1000RR と全く同じですね。であの後調べたんですけど、どうやらシフトカムも搭載されているということなんで、低速域での穏やかなアクセルレスポンスと、あと低速トルクもちゃんと確保されててフレンドリーですし、街乗りもちょい乗りも気負わず乗ることができそうですね。でですよ、本気の走り気になりますよね。500キロ以上走ってレブ縛りをディーラーに持って行って初回点検で解除しないとこいつ7000回転以上回せないですね。早く鳴らし終わらせて、むず終わったら早速サーキットとかに持って行って1万4000回転までガーッ勝ち回してみたいですね。こいつとは長い付き合いになりそうですね。その履いてるパンツなんだって、エイジオブグローリーのデザートブラックっていうですねライディングパンツで、膝にもちゃんと柔らかいプロテクター入ってるし、ウエストとかもストレッチが効いてて、釣り具先でご飯食べた時もうってならなくてすごくいい感じ。このパターンがちょっとかっこいいよね。気になった方は概要欄で見てみてください。 BMW モトラット最大のイベント、モトラットデイズ、長野県は白馬にて9月9日10日2日連続開催。ちょっと僕遊びに行ってみようかな。はい、というわけでオカライダーの新たな相棒 BMW M1000R コンペティション2023年モデルの納車動画でした。この M1000R 納車を機にですね、オカライダー第2章チャプター2の始まりということで、この新たな相棒と一緒に走り続けていきたいと思います。これからもオカライダーを、そしてこの M1000 ちゃんをよろしくお願いします。はい、というわけでオカライダーでした。バイバイ。